お待たせいたしました。それでは、社会で必要なコミュ力ってを始めさせていただきます。今回は本イベントの企画を担当したインターン中の学生のお二人と、私藤井の3人がイベントの進行を務めさせていただきます。それでは早速お二人自己紹介をお願いします。そしたら今福さんからお願いできますか。こんばんは、今福彩乃と申します。今大学2年生です。今回コミュ力がテーマということで、私も社会で働く中で人とのコミュニケーションがどういうものなんだろうっていう疑問があるので、お話とても楽しみにしています。よろしくお願いいたします。では続いて澤田さんお願いします。同じく大学2年生の澤田真帆です。よろしくお願いします。今回その社会で必要なコミュ力がテーマということで、私はコミュニケーションがとても苦手で、その社会でいろんな人たちと関わっていく上で、すごいとても大きな不安が大きいので、このイベントを通して皆さんと一緒に考えていけたらと思っています。よろしくお願いします。お願いします。お二人ともこういったイベントの進行とかってやるのって今回初めてって聞いてるんですけれども、なんか今のお気持ち、今福さんどうですか。そうですね、初めてなので結構緊張しているんですけど、楽しみな部分もとても大きいので頑張りたいと思います。お願いします。澤田さんもどうですか、大丈夫ですか。ドキドキしてます。今すごい緊張していて、今からでも噛むんじゃないかと思うぐらいなんですけどまあ、そもそも私がこういうイベント の司会進行を務めるっていうことになるとは思わなかったので、ちょっと新鮮な気持ちもありながら楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。はい、こんな初々しいお二人と、なんかちょっと若干年齢上目の私の3人組となりますが、皆様温かい目で見守っていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、今回イベントを主催しておりますドゥーダキャンパスのご紹介をさせていただきます。ドゥーダキャンパスとは、学ぶと働くをつなぐ大学生のキャリア支援サービスです。登録したプロフィールに記載した自己 PR やスキル、経験などを見て、企業から早期インターンや採用選考の特別なオファーが届きます。将来のキャリアに向けて準備したいと考える学生なら、基本無料で誰でも利用することができます。学校生活や就職活動に役立つコンテンツも多数配信していますので、ぜひそちらもご活用ください。次に本日の流れについてご説明いたします。本日のイベントは1時間で、最後に質疑応答がございます。今回のイベントは学生の皆様と双方向のイベントのため、可能な方はぜひ画面をオンにしてご参加いただけますと幸いです。また学んだことや感じたことをアウトプットするプロセスは、皆様の成長と頭の整理につながります。ツイッターでのハッシュタグ、社会で必要なコミュ力を考えるで感想、ツイート大歓迎です。イベントはツイッターでも生配信を行いますが、皆様の顔が表示されることはございませんのでご安心ください。それでは次にアイスブレイクとしてチャット機能を使っていきたいと思います。学年今日のイベントに参加したきっかけなどをぜひぜひチャットにて投稿ください。きっかけまではね、ちょっと書くの恥ずかしいなっていう方は、ぜひ学年だけでも結構ですので、チャットにぜひ記入をお願いします。さて、今回ね、企画してくださってるお二人が2年生ということなんですけれども、同じ学年の人とかもね、ぜひいたら同じですって。お、早速ありがとうございます。2年生です。お、同じですね。あ、2年生多いですね。ありがとうございます。お、あれ？ほとんど2年生ですかね。ありがとうございます。あ、1年生もいる。ありがとうございます。で、ぜひね、これ、お顔映っても、ツイッターとかで配信されることはありませんので、私たちもお顔が見えていると安心して喋ることができます。今回の司会の2人を応援する意味でも、ぜひ画面オンで参加いただけたらと思います。お、1年生多いですね。ドゥーダキャンパスのメールを見て面白そうだと思い参加しました。ありがとうございます。コミュ障の自分でも何とかしたいという思いね、コミュニケーション力ってね、やっぱなかなかどうやったらつくのかなって不安なところありますよね。
ありがとうございます。それではね、ちょっと今日皆さんの不安とかを払拭する内容にしていきたいと思いますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。皆さんありがとうございます。イベント中のご質問について少しご説明させていただきます。イベントの最後に質問の時間設けております。直接質問しても大丈夫っていう方は、ぜひこのままズームのチャット使っていただければと思います。で、ちょっと直接質問するの恥ずかしいなっていう方は、質問ボックスでも随時ご質問を受け付けてますので、こちらの QR コードからですね、あ、運営様ありがとうございます。あの URL も出てますので、そちらからぜひぜひ質問どしどし送ってください。それでは早速ですが、イベントの本編に入っていきたいと思います。はい、本日お話しいただくのは、キャリアアップコーチの小林舞さんと、送りバント代表取締役の高山陽平さんですね。それでは早速お二人お呼びしたいと思います。高山さん、小林さん。はい、こんばんは。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうしましたらですね、少しご紹介をそれぞれいただきたいと思います。まず最初に高山さんから自己紹介、簡単にお願いいたします。株式会社送りバントっていう会社、広告とかPR とかやってる会社を経営してまして、で、毎晩360日ぐらい年間、飲みに行ってるんですよ、いろんなところに。まあ、そこでいろんな人の話を聞いたり、まあ見たりとかしてですね、まあそういうのでちょっと培った、なんていうんだろう、ちょっと、ノラコミュニケーション、ちょっとノラ的なコミュニケーションっていうか。ノラ。はい。まあちょっと正統派ではないかもしれないんですけど、何かの、気づきになれ、皆さんのお役に立てればいいなと思っております。まあ、よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて、大丈夫ですかね。はい、お願いします。はい、皆さんこんばんは。小林舞と申します。現在は個人事業主、フリーランスとして、個人の方の転職相談だったりとか、企業の相談とか、キャリア全般の相談に乗るコーチングを提供させていただいてます。私自身、高卒で、で7回転職してるっていう実績もございまして、まあ、面白がってお話を聞いてくださる方もいらっしゃれば、はい、なんか皆さんのね、今後のその社会人っていうところに、なんか何か貢献できたらいいなと思っておりますので、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お二人とも自己紹介いただいてありがとうございました。今回は社会で必要なコミュニケーション力をテーマに、学生のお二人の疑問をゲストのお二人に答えていただく形で配信をお送りしてまいります。それでは早速よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最初に今福さんからご質問どうぞ。はい、私たち大学生は就職活動なので、コミュニケーション力をよく見極められると言われています。お二人のご経験から、学生の頃のコミュニケーション力とは違う社会でこういうコミュニケーション力が求められるというものについて教えていただけますでしょうか。どっちからいく？そしたら小林さんからお願いします。あ、じゃあ私からいく。はい、わかりました。ありがとうございます。そうですね、学生と違うなっていう、学生の頃をそうこのテーマをいただいたときに考えたんですけども、私高校卒業してから就職を、地元の企業にしたんですけれども、質問の仕方みたいなところが一番違うんじゃないかなっていうふうに感じていまして、社会人になると、必ずと言っていいほど皆さん研修を受けてから、ね、業務に入ると思うんですけれども、その時になんか分かりませんとか、こう教えてもらってないですっていうのが通用しなかったなっていうことをちょっと痛感したんですよね。はい、なんか見て覚えなさいとか見て盗みなさいだったりとか、あとこう教えてもらってても忘れちゃうことってたくさんあると思うんですけど、なんかそういうのをこれで合ってましたかねとか、
そう、これ前回も教えてもらったんですけど確認させてもらっていいですかみたいな、なんかそういう、 こう細かいコミュニケーションなんですけど、なんかそういうところを私は結構苦戦したなということを思い出しました。はい、高山さんはいかがですか。まあ僕は社会人のコミュニケーションもあの学生のコミュニケーションも全く一緒でとまずは思うんですね。でまず最初にそのコミュニケーション一番じゃあ社会人と違うところは、人の話を鵜呑みにしないっていうのがあの学生と社会人とは違くて、例えばじゃあ俺と小林さんって意見が違うのね。でそれはそれでいろんな人の意見があるということを、だから自分の意見が必ずじゃないし、その上司の意見が必ずじゃないから、っていうところがすごく大切なんですね。だって俺昔不動産屋やってた時に、その、まあ、大学出て変な不動産屋入ったんですよ。そのなんかゴリゴリの不動産屋でもう毎日電話かけて、でそのお客さんにかける電話の名簿を自分で買わなきゃいけないので、当時名簿屋っていうのがあって、もう悪いことじゃんそんなの今考えたら。でも当時はあったんだよ、よかったんだよ俺の時は。それで名簿屋行って、この名簿がお前何に見えるっつって、俺には金に見えるよっつったの上司が。でも俺はそれを見た時にお前も見えんだろとかはいとか言ってたけど、見えないんだよそんなので。だからアホだなって思って聞き流せるところが重要なのね。でそのために大学生今やるべきことっていうのは、じゃあコミュニケーションの人に騙されないとか、そういうのを鵜呑みにしないっていうのは教養でしかないのね。だから今大学生の時やってると、例えば映画を見るとか漫画読むとか、もう何でもいいよをやっとくのがすごく重要なんですよ。要は教養がこうコミュニケーションの根幹だから。よく引き出しがたくさんあるっていうじゃん。その引き出しっていうのは何かって、みんな引き出し引き出し言うけど、それって何かって知識だから、もう本当に何でもいいです。で松屋行って今のさ、なんていうのキャンペーン商品あるじゃん、よくが何かっていうのを見てなきゃいけないのよ、ボケっとしないでっていうのを、なんて言うんでしょう、勉強、もうとにかく何でも勘ぐる、要はディグるの、いろんなものを掘るというか、例えばじゃあ映画私好きですって言ったら、もう本当狂ったようにやっぱ映画見なきゃいけないとかができる時期だと思うんですよ今って。だからなんか好きなことを見つけて思いっきりちょっとまずやってみる。そうすると何が良くなる、話長くていいです、いいですか。もちろん大丈夫です、ぜひお話聞かせてください。その物事をディグル、例えばそうだな、てんやってあるじゃん、天丼食べる天丼屋さんですよね。天丼屋さん、てんやって実はロイヤルホストのグループ会社なんですね。だからあんな美味しいのよ、てんやって。で、ロイホっていうのはよく見てるとね、例えばロイホ、今ちょっと変わっちゃったんだけど、メニュー見てるとロイホって間違いがたくさんの。ロイヤルホスト。メニューに間違いがたくさん。例えば小さなエビのスモールグラタン、スモールってまた吹き出しとかって、スモールこの特に3つ入っちゃってるよみたいなのとか、黒かける黒黒ハンバーグってジャパンって黒毛和牛かける黒豚のハンバーグにジャパンって入って、和牛あ日本三点押しだなとか、とあと鉄板のやつね、ホットって書いてあるんだけど、たまにホットって書いてないのがあるの。これなんでそんなミスがあるかっていうと、あそこって実は広告代理店が入ってない、自社でやってるってことですか。自社でやってるんです。はいはいはい。でまあいろいろ調べていってると、そのロイヤルホストっていうのは1店舗1店舗にシェフがいて、バイトじゃないんです、シェフがいるんです。で総料理長の西田さんっていう人がいて、それが考案してるっていうのが、ほら
ロイヤルホスト一つに対しても知識だから、ロイヤルホストに行ったらちゃんとメニューを見る、熟読するの、どういうものがあるかとかっていうのを、なんて常にボケっとしないで見極めていくっていうのを、その作業をする習慣を今のうちからつけるというかっていうのが結構これは重要かなって思います。そうすると将来じゃあ会社入ってコミュニケーションっていうのは基本的に自分が上がってない時、気分がない時にコミュニケーション誰とも取りたくないから、だから上がってられるようにするには怒られる、なんか変な人とかたくさんいるから、でコミュニケーションって別に大学生でも下手なやつもいれば上手いやつもいるし、社会人でもお前バカかっていう人たくさんいるから、なんて言うんだろう、社会人になったから上手くなるわけじゃないから、下手な人は一生下手だから、そこにならないように客観的に分析 しながら、まあ、やっていくんだけど、まあ、それができるとそういう人に会った時もお前はそう言ってるけどロイヤルホストのこともわからないだろって気持ちになれるわけよ。心の中で自分が優位に立てるからなめるなということが心の中で思えると、そうすると気持ちが楽になっていくというか、それとあとそういうことが分かるやつは掘ることができる人だから、まともな上司だったらこいつって物事ちゃんとそういう分析できるんだと思われるのね。で、一つのものが掘れたら仕事やると何しようと掘れるから、とにかく狂ったように何か見つけるの一個、しかも全体的にまんべんなく知ってるけど、これだけは俺しか知らないよな、私しか知らないよなっていう、もうどんなニッチなジャンルでもいいから見つかられたら面白いよねって、自由研究でその課題を自分で頑張って探して、好きなことの中から本当に何でもいいの、飯屋でもいいしゲームでもいいし。ありがとうございます。実際にこうリグルっていうことがどういうことかとか、実際にリグルにはこういうふうにしたらいいんだよっていうところまで今高山さんお話しいただいたと思うんですけれども、ちょっと小林さんにも私1点お話伺いたいところがあって、はい、お話今いただいた中に細かいコミュニケーション私苦戦したってお話がちらっとあったと思うんですけど、今実際高山さんがその自身のあり方っていうところで、はい、そのリグっておくことで、ちゃんと自分っていうものを持った状態でいくっていうことの大切さっていうのが今からできることだよみたいな感じで教えてくださったと思うんですけど、実際に小林さんその細かいコミュニケーションのところどう乗り越えたかとかってお話伺って大丈夫ですか？はい、もう私は本当に失敗しまくってもう先輩や関係部署にもう最初の1年間はめちゃめちゃ怒られまくってたんですけど、はい、まあ、でもなんでしょうね、やっぱりその人付き合いが、社内で人付き合いが上手い人の 先輩たちをめちゃめちゃ観察したんですよ、はい、入社2年目3年目ぐらいから、なんで私こんなに何だろう人とぶつかるんだろうみたいな、悪気はないし本当は仲良くしたいのになみたいな思って、先輩たちをすごい観察したら、やっぱりそのさっきの高山さんの話じゃないですけど、めちゃめちゃ社内ではすごいこう重要なポジションにいるんだけど、その人がすごい不機嫌だと仕事が回らないみたいな、すごい重要な人がいて、その人にある、まあ、A さんっていう先輩だったら一回お願いに行けばすぐなんか業務が回るみたいな、なんかやってる先輩がいて、なんだこれどういうことだと思ってめちゃめちゃ観察したら、趣味のバイクでめちゃめちゃ仲良く話してたんですよ。そうで、バイクの話もそうだし、あとご飯なんかどこ食べに行ってるかみたいな、そうで、さっきのそのてんやはここの系列だとか、そういう話とかをされてたんですよね。で、あ、これかと思ってやっぱりその信頼関係を築く、まあ、共通点を見つけるだったりとか、はい、またその質問の仕方みたいなところで、これでいいんだよねみたいな、なんかそういうこう寄り添うみたいなのをやってました。そうですよね、はい、やっぱりなんか人を見るというか、そうですね、観察するってすごい大事だなっていうのを気づかせてもらいました。これはね、飲み屋とかで見てるんですよ、はい、うん、礼儀作法があるの。例えばカード、昔飲み屋とかでさ、もういろんなのが見れるんですね。まだ二十歳になってない人いたらだけど、例えば
だあのかっこいい人とかだと俺が見て一番やばいなこの人とか思ったのはあのカード切るじゃんあのカードでつってあのお会計してでサイン書くって当時、はい、サイン書くときにママへって書いてたえその普通は自分の名前書くじゃんサインってはい高山カードのやつでも別にあんなの防災引っ張ってもカードってそれで成り立っちゃうんだけどさ、うん、そこでママへって書いたのその人は、あそうやってやんだって例えばねあそれ面白いじゃんあママへだってみたいな面白いああ機微があるじゃんとかあの先日もすいませんねちょっとどうしても話したい話が先日鳥の市ってあの熊で買う時があはいで俺ももうコロナ明けたから毎晩飲み行ってるんですけど中野のそのスナックで熊で買ったってままそれでちょっと気持ちでいいからって言った時にあの1万円しかなかったのねまあ1000円でもいいけど例えばただ俺もほら前もう8年も行ってるし1000円ってわけにいかないから1万円払うけどその1万円払う時に動揺しちゃいけないんですよあのとか、1万、みたいなとかね、うん、おお、そうだ、ごめんごめんって、ちょっと忘れてたみたいな、はいはいみたいな、っていうふうにしなかったら、そこって1万円を払ったけど、もしそれが、俺が払わなかったら、1万円払わない社長として、中野のほら、街が歩けない、こんだけ飲みのやってるからさ、その飲み酒だとか言ってやってるんだからさ、その、はい、みたいな、いう高度なコミュニケーションも発生するというか。大人になると。なるほど、なるほど。まだ今そこまではいかないです。だいぶあのディープなお話前飛びたな感じですところで、はい、ちょっと続きましての質問に、はい、ディープなところに行き過ぎたので、ちょっと戻っていきたいなと思います。そしたら続いて澤田さんお願いします。はい。現在コロナで働き方も多様化していく中で、働く中でのコミュニケーションも変化してきていると思います。お二人が普段社内社外で一緒に働く方と心地よく楽しく働くためのコミュニケーションで心がけていることを教えていただけますか。そしたら高山さんからこちらお願いしてもいいですか。はい、じゃあこれはさっきはちょっとその精神論だったんで、あの考え方の話なんで、今度はじゃあより具体的にこれ絶対やった方がいいっていう、はい、あの技を教えます。ぜひぜひお願いします。これは俺がその松屋に行って分かったんだけど、牛丼のなんで松屋がいいかっていうと、あそこって味変調味料が豊富なんですね。あのいろんなタレがたくさんある、牛丼の中で一番タレがたくさん多く置いてあるのね。ってことはが一番魅力だなとか、いろいろまあ他にもあるんだけどとは思って、松屋理論って言われてる、これは営業理論なんですけど、まずですね、あの会社入ったらもうコロナとかこれからリモートもあるだろうけど、会社に行く機会ってあって、その時に机の上にですね、100均でいいから味変調味料をたくさん買って置いといてください。松屋にしてください。自分の机の上を、まあ、松屋みたいにしてください。例えば一味唐辛子があって、胡椒があって、ニンニクチップがあって、オリーブオイルがあって、ちっちゃいあの100均で全部揃うから、それを買って机の上に置いとくのね。そうすると、あの味変調味料って結構万能なんですよ。でたまにそこにその辺に気づいて、駄菓子屋とかやってるやつが会社に必ず一人いるから、その自分の原価で仕入れて、それを原価で売ってあげるって、それもコミュニケーションになるからみんなやってるんだけど、そこはもう普通だから、その上行くのは味変調味料で 100% のギブを与えるのね。もう恩の押し売りで、味変調味料を置いとくと、絶対にラーメンとか、これカップラーメンとか食べるけど、そこにオリーブオイルとか胡椒とかちょい足しした方がさ、美味しいことはもうみんな分かってるわけじゃん。でそれがたくさん家ではやるけど、ここでできるんだっていう人だから、結構貸して貸してって来るんですね、人がたくさん。そこでコミュニケーションを取る。で、そこは、味変調味料に関しては、社長も来るし、要は偉い人も来るのよ。200人ぐらいのベンチャーとかだったら。社長っているから。
俺の本社は、俺はアドエツっていう会社の子会社なんだけど、まあ、ほら500人いてさ、いるから社長って普通に。だから、で昼飯も食うからみんな。で、社長だから毎日フレンチとか食って、寿司屋とか行ってるわけじゃないから、普通に牛丼とか食うから、その時に持ってると貸してよって言いに来るじゃん。センスのいい社長なら。で、恩が売れるじゃん。で、関心だなって。で、友達とかもできるじゃん、他の部署間と。そうすると、コミュニケーションのツールになるから、で、あんまり話べたでもいいじゃないですか。で、いざという時に、あの時、ほら、貸したじゃないですかっていうことが言えるんですよ。1000円おごってもらっても、1万円おごってもらっ、例えば俺よく言うのは、1000円おごって1万円おごってもらったりするんだけど、それは1回は1回だからという理論で、味変調味料を置いておくってことを俺はお勧めします。以上です。ありがとうございます。味変調味料をこうきっかけにコミュニケーションの輪を広げつつ、こういざって時のこう前俺の使ったよねっていうことができるってお話ですね、うん、そうです。ありがとうございます。そしたら小林さんはいかがですかね。いや、この後で喋るのめっちゃ軽いですけど、はい、重々承知しております。いや、もう申し訳ないんだけど、ほら俺もプロだからちょっとそうですね。いや、本当になんかその話、19歳の時に聞きたかったなってすごい思うんですけど、はい。まあでもなんか私も、まあ、ちょっと似たような形で、なんか上司になんかちょっと相談したいとか、なんかちょっと話しておきたいなみたいな時にみかん持ってったりしてたんですよね。でそれなんでやり始めたかって言ったら、パートのおばちゃんがやってたんですよ。それをパートのおばちゃんがなんか私に、まいちゃんちょっと疲れてないみたいな感じ、みかんあげるねみたいな、最近どう慣れてきたみたいな、はい感じで言ってくれたのがすごく嬉しくって、で、まあ、なんか上司のところに手土産持ってくじゃないけど、なんかチョコレート1個持ってくとか缶ジュース1個持ってくとか、そうでちょっと話しませんかみたいな風にコミュニケーション取ってたのはあるんですよ。調味料まではちょっとインパクトが少なくて申し訳ないんですけど、はい、そんな感じかな。なるほど。じゃあ小林さんもこう、まあ、調味料っていうのはまあちょっと一つ例として置いておきながら、うん、こう 100% のギブであったりとか、こう何かきっかけみたいなところで、はい、こう何か一番最初に自分からこう差し出してみたり、そういうきっかけを作ってみるみたいなところで、うんうんうん、コミュニケーションの糸口を作っていったみたいな感じで。そうなんですよね。そう、まあ純粋にね、なんかちょっと相談したいんですけどでもいいんですけど、なんかなんだろう、何でしょう、ね、ちょっとコミュニケーション取りたいみたいな時に、なんだろう、例えばですけど、今日買ったねこの紅茶がちょっと美味しかったんですけど一緒に飲みませんかとかでもいいし、そう、実家から送られてきたみかんが甘かったので1個お裾分けしていいですかみたいな感じとか。嬉しいよね、純粋に嬉しいと思う、うん、純粋に嬉しい。なんか相手をちょっと喜ばせようっていうところまではいかないですけど、なんか私とのコミュニケーション楽しんでもらえたらいいなって、うん、喜んでもらえたらいいなっていうところをすごい意識した結果が、うん、まあそういうものであったりみかんであったり、うん、あと高山さんの調味料っていう変化球だったりっていう感じですかね。はい。まあすいません、なんかすごいサブカルっぽい話であれなんですけど、まあ、澤田さん、だいぶ斜め上からの楽しい社会人のお二人から の回答がありましたが、いかがですか、聞いてみて、何か感想あれば。そうですね、なんか、高山さんのなんか話がちょっと面白いなって思って、いやまさかそっからかってなって、でもなんか、こう自分からそのなんかきっかけを作っていくっていうのは、なんか、大事だなって思います。とにかく、まあ、これはさっきも言ったように俺の話を鵜呑みにしないで、これは俺のあれなんだけど、なんていうの、考えるということを、というか、だいたいうまくいかねえよあいつがダメになっちゃうのをどう攻略するかっていうのを死ぬほど考えるというか、っていうのはコミュニケーションが上手い人かな、うん、
攻略の手段としてっていう感じですよね。いろんな手段を考えます。この人は相手を知るということだから、なのでどの手段が良かったかもう多分その後の、ね、コミュニケーションにまたつながってもくるでしょうしっていう話ですよね、はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっとそろそろいいお時間になってきたので最後の質問を今福さんからお二人にしてもらえたらなと思います。はい、そうですね、最後に、学生、私たち学生がこれから大学生活の中で社会に出る準備として心がけていくといいことや、経験しておいた方がいいことを教えてほしいです。先ほどなんかいろんなものを掘ってみるとか、周りの人を観察してみるとかいろいろお話しいただいたと思うんですけれども、例えば大学生というか学生時代、社会に出る前に何かこれやっとけばよかったなみたいなことがあったりすれば、それも教えていただきたいです。小林さん、お願いしていいですか。はい、ありがとうございます。いや、もう本当学生のうちに私もっとなんかいろんなことやっとけばよかったなって思うんですけど、まあ、高校がバイト禁止だったんですよ。だからもう3年、高校3年間ずっと 部活付けだったんですけど、やっぱりなんかバイトだったりとか、それこそサークルだったりとか、もっといろんなコミュニティとかいろんな人に関わるっていうのってすごい大事だったなって今になって思いますね。なんかそれこそ私も今飲み歩くのがすごい好きなので、いろんなお店に行ってはナンパしたり、ナンパって女の子、仲良くなりたい女の子とか見つけたりとかして声かけたりとかすることもあるんですけど、あと自分でコミュニティとか立ち上げたりたりとか、そう、なんか趣味から派生する感じでそういう風に人とつながるものを作っていけたらいいかなという風に思います。はい、あとなんだっけ、あとなんかもう言おうと思ったんだけどな、ちょっと忘れちゃったので、高山さんが話してる間にちょっと思い出したらまた話します。すいません、以上です。じゃあ高山さん、お願いします。医学、まあ例えばこれアドウェイズの時にずっと上海に5年か30の時、まだ俺普通のまだ仇のビジネスマンっていうかやってた時があって、なんて言うんだろう、まあ中国行った時に中国のラップとかさ、中国人が歌ってるラップとか、まあ、ヒップホップもそれはもうやばい曲とかあるのね。でそれをなんとなくうちの社員がいるんだけどに教えたの、昔もう8年とか7年も前を、もう大学生からそれこそうちで日芸の子だったんだけど、まあよく来てたので、そこから社員になったんだけど、で途中一回辞めたりして、それこそデューダに辞めて一回また戻ってきたんだけど、でその子が今28ぐらいなんだけど、まあずっとやってからその5年間ぐらいずっと中国の音楽をひたすらディグってたのね。まあ、5年間もいいです、3年間ぐらい。それ中国の音楽をかける DJ として、そんな人いないじゃん、日本に一人も中国の曲なんて。で昔のわけのわかんない曲から、なんていうの、最先端のかっこいい曲まで、なんかいろいろおしゃれな曲まで全部網羅してる人って日本にいないから、今すごく人気があるのね。でいろんなそのほら呼ばれるわけじゃん、そこで脚光が浴びれるわけじゃんとかあるじゃん。だから俺が言いたいのは、もちろん仕事しているんだよ。今日も変なルノアール行ったんだけど、変な営業マン2人がバカみたいになんかね、まあ、将来どうなりたいんだみたいなことを言ってるんだよ。でなんで自分探せよ、二十歳までで終わらしとけよみたいなとか言ってて、でもお前ができてるかみたいな、お前こそ自分探しできてるかとか俺は思ったんだけど、もっと言うとあれ俺もできてるのかなって思うぐらい、43でもなんていうの、勉強しなきゃいけないのね。俺は今勉強してるとか
いろいろやってるんだけど、ディグ特にやってることは、外国人が歌ってる片言の日本語で歌がを外国人が歌ってる音楽をディグってますみたいなのをずっとほらっていうのをどんどん増やしていくっていうか、だからその1個目を大学生の時に作っておくと将来仕事でも必ず役に立つから、いろんな角度が見れるようになるし、ひねくれた気持ちって絶対に必要だから、あのだから何でもいいんで1個だけ熱中、本当に狂って熱中できるものを1個本当に悪いことやながら作っておいた方がいいですよ、あのが一番大切、俺は大切だと思います。で趣味があると、で40歳とかになってみんな、あそうそう、これも重要で、あの若いじゃん今で、40ぐらいでさ、俺27で死ぬと思ったけど死なないし、40の時にもう超金持ちになって引退してるとかなかったし、なかったんだよってことは、で結構生きるのよ、人は生きてしまうのね。でその時に仕事をずっと頑張ってやってるってだけをやってきた40歳の人ってマジで無残だからね、あの趣味もなくて友達もいないとか、家ではあのもう夫婦なの、それがリアルなんだから、だからあのその時に一個何でもいいのよあると、すごく人生が豊かになって、人生が豊かな人は仕事も気持ちが乗ってないとき仕事なんかできないから、だからそれが保てるようになるかなと思います。だから好きなことをねマジでマジで見つけて見れば面白いかなと、あと人の話を鵜呑みにしないという、いろんな意見が世の中にはありますっていうことを理解した上でいろんな反対意見も聞くというフラットさが必要かなと思います。ありがとうございます。今のお話受けて今福さんどうですか？そうですね、割とお二人ともこう根幹の部分というか、こう似たようなところをでも別の観点から進めてくださったような印象ではあるんですが、うん、そうですね、いろんなことを自分で一つのことを何だろう熱中してみるとか、 あるいはいろんなことをちゃんと知って鵜呑みにしないと、いろんな人に関わる、そういう教養とか視野を広げていけるといいのかなって思いましたね。一つ気になった点として、結構いろいろなことを知るみたいなのって どこから、例えばこれを調べてみようっていうのは、その普段の生活とかの中からヒントを得てというかしていく感じなんですか？そうです。なるほど。結構いろいろなことに意識を巡らせないでぼーっと生きちゃってるかなってちょっと今思ったので気をつけてみたい。コンビニ行ってもでも結構私もなんか社会人数年間はぼーっと生きてたんですけど、あのなんかそう、あの高山さんみたいな先輩がに出会ってなんかお話ししてみたら、なんか例えばさっきの話じゃないですけど、てんやってさってロイファと同じ系列なんだよねみたいな、えそうなみたいな同じ会社がやってんだみたいなところから、じゃあ好きやってどうなんだろうとか、そうなんか吉優ってどうなのみたいな風になんかこう展開していくみたいな、ヒントをもらったらなんかそこから自分が興味が持てたらググってみたい なんかそんな風にしてた気がするので、はい、なんか今日ね高山さんからたくさんヒントいただいたと思うので、なんか自分で興味が持てたところとかを調べてみるっていうところから始めてみたらいいんじゃないかなって思いました、はい、俺さ大の大人が今日とか俺あのずっとで5時間ぐらいさっきの片言の日本語調べてんだよ仕事をしないでもうで7再生 YouTube で7再生のナイジェリア人見つけたりしてさナイジェリア人の片言で歌うラッパー見つけて7再生とかさそういうとこまで探してんだよ俺あの
例えばドイツ人探すんだったらドイツ語で日本の歌詞みたいな翻訳してそれを検索に入れてとか、もう思いっきり やるっていう、なんて言うんですか、もう頭おかしいでしょそれもう頭おかしいかもって自分でもちょっと思うぐらい、でももちろん狂わないと、そう、なんかそれでいいんですよねきっとね。そうそうそう、下手にかしこまったなんとか覚えるよりは、うん、意味ないもん表面的なものは。本当に自分の中でこう引っかかった小さなクエスチョンマークをとにかくこう、そう、こう落とさずに全部拾い上げて、全部拾いですよね。アイスも何があるかってコンビニの。なんかそこから面白い発見があったりしますよね。します。あの、例えば俺とか広告屋だからお母さん食堂ってあれすごくあれになった、炎上したじゃないですか、うんうんうん、はい、お母さんとは何事だと、うん、俺結構もっと前からこれいつか絶対にやばいなとか、うん、見てると思えてきたりするんですよ、うん、ああこれ時代に、そう、多分絶対これ今後こうなるぞって、とかほら、はい、重なっ、このほら俺は広告屋だからデザイン見るんで、はいはいはい、とか見てると、例えばそう、本当にこう日々の小さな、まあもともと高山さんが広告屋さんだからっていうのもありますけど、こう広告っていうのは目に入ってくる情報ではあるじゃないですか、本当にこうちょっとでも入ってきて、うん、って思って、なんでだろうであったりとか、あこれまずいな、きっとこうなるなって思えるのって、それまでのこう教養の積み重ねだったりもすると思うので、そこの部分を今福さん実際に今高山さんからアイスだったりとか目に入る広告だったりっていう、本当小さなきっかけかもしれないけれども、あのエッセンスをもらったと思うので、ぜひね、あの今日からでも多分広告は目にすると思うので、そのあたりじゃなくてももう本当に街角でも、うん、なんでも看板とかからでもいい、看板でもですよね。なので情報がありますよね。今例えばさ、大丈夫かな、はい、どうぞお願いします。例えばもう何でもいいの、あの電信柱にたまになんとか工務店とか書いてあるじゃないですか、あそこにさ、例えばなんかさ、例えばなんていうの、変なこと書いてあったら面白いよなとか、なんていうの、疑ってる、例えばそこにこれ書くみたいな話です。例えばさ、ずっとあなたのことを思っています、例えば高山みたいなこと書いてあったらストーカーだよなとか怖い、そんな怖いあれあったら嫌だよなっつったら、そうしたらほらホラーのストーリーが思い浮かぶじゃん。なるほどなるほど、とか、うんうん、こうなんて言うんだろう、別に答えなんかなくてよくて、それをそう無双するというか、想像力を養うというか、でコミュニケーションってほら想像するじゃない、相手のとかですかね。ありがとうございます、ね、あの電信柱からまさかそんな話に飛ぶとは。例えばそうです、今福さんも多分そっちって多分びっくりした。とかちょっとごめん、例えば俺今小6の娘がいるんですけど、そうなんですね、に例えば行ってラーメン屋行ってどこのポジション座るかとか、普通にぼーっと生きてたら絶対分かんないですねこれって。ラーメン屋で座る、一番座るべきポジションっていうのは、こうやって腕をこうやってしたらここに給水器があるところなんですよ、すぐに給水、水が汲めるところ、ほら立たなくていいんだからこれでできるじゃないですか。なるほど。でそれポールポジションって言うんだけど、そのポールポジションを教えたりとか、ここに座るんだと。で俺小6の娘ちゃんとそれが分かんない男とは付き合わない方がいいとか、そういうことやってます。小6ですよ。小6で言いますよそれじゃん。なるほど。面白い。ありがとうございます。
なんかちょっとですね、広がりすぎてしまったんですが、今福さん、なんかちょっと今後の生活に生かしていけそうですかね。いかがでしょう。でも結構そうですね、なんか普段の中でもやっぱり自分が何も考えてなくて気づかないことってあるんだろうなってきっと思ったので、見てみたいなと思います。ぜひぜひ、あの今日からアンテナを張ってみてください。はい、それでは皆さんありがとうございました。これにてね、セッションの方は終了とさせていただきます。質問タイムの前に再度ドゥーダキャンパスのご紹介をしたいと思います。澤田さん、お願いします。ドゥーダキャンパスとは、学ぶと働くをつなぐ大学生のキャリアシェアサービスです。登録したプロフィールに記載した自己 PR やスキル、経験などを見て、企業から早期インターンや採用選考の特別なオファーが届きます。将来のキャリアに向けて準備したいと考える学生なら、基本無料で誰でも利用することができます。今回の内容を復習したい方は、本サービスの Twitter アカウント、YouTube でもご覧いただけます。ぜひご活用ください。はい、ありがとうございます。それではですね、皆さんからいただいた質問の回答に移っていきたいと思います。質問ボックスからも、あとチャットからもね、受け付けておりますので、今までのお話の中でも構いませんし、あのこの話も聞きたいなっていう新しい質問がありましたら、ぜひ皆さん記入いただけたらと思います。でですね、早速一つ来ているので、伺っていきたいと思います。コロナ禍でオンラインに移行した会社も多いかと思うのですが、オンラインでのコミュニケーションで気をつけていることや工夫などあれば教えてくださいということで、小林さん、オンラインに特化した場合、ちょっと先ほど調味料の話であったりとか、みかんの話であったりとかってあったと思うんですけど、オンラインに特化した場合って何かこう気をつけていることってありますか？そうですね、なんか今このズームの中とかでもそうなんですけど、リアクションちょっと大きめにしてます、うん、なんかこう、そうで今見せがってくれたみたいに、こうなんかうなずいてるとか、こうなんか笑ってるとか、なんか笑ってるのもなんか例えばこう口を押さえてみるとかみたいに、なんか分かりやすいリアクションみたいなのはなるべく気をつけてるかもしれないですね。オーバーリアクションみたいな感じですか？そんな感じです、はい、で特にミュートにしてると、うん、分かんないじゃないですか、こっちが笑ってるのかどうかも。なのでそう、できるだけなんかびっくりしたりとか、それそんな話みたいな、みたいなのとかやってますねなるほどなるほど、ありがとうございます高山さんもオンラインのお話に特化するといかがですかね。なんかコミュニケーションで工夫されてることってあります？はい、ですね、俺よく営業マンとかがよく立って待ってるじゃないですか。営業するときに今こうやって立って待ってるじゃん、こうやってみんな普通のオフラインだと、はいはい、待ってます、ね、お客さんが来るまで立ってなきゃ失礼とか、はい、すごくそれって俺バカみたいだなってずっと思ってるんですけど、だから俺は座ってるのね、ずっと。まあ変な礼儀と、まあちょっとあれ、まあそれは関係ないけど、ただズームの時はいつも立ってる、こうやって立って待ってる顔見えないです顔見えなく立って待ってさせとかっていうギャグ、皮肉をして、そういうことをやったりとかしたりとか。男だったら、なんであれ龍のアイコンなんですかとか、あれ なんで龍のあれにしてるんですか、ああなんだ、なんとかさんだみたいな使い方したり、女性だったら、あなんでバラのアイコンなんですか藤井さんみたいななるほどなるほど、うん、みたいな使い方をしてます。自分からこうなんかこうふっと笑わせるきっかけを画面上で作ったりとか、相手がこう画面上に落としてるこう小さなきっかけを拾ってお話を広げていくようにしてるっていう話ですかね。あ、もっと簡単で、はいはい、俗に言う俗に言うビジネスマナーってあるじゃないですか、はい、まあ、それこそさっきの立って待つとかもそうですよね。立って待つを突き詰めると何になるかってことなんですよ。ほう、立って待つを
立って待つっていうのは相手に対するさ、母っていう感じです、お客様、お客様みたいな、ただ今の時代ってビジネスっていうのは対等にあるべきではあるじゃないですか、パートナー、下請けとか言わないでしょってっていう話じゃないですか。だからあのじゃあただそれもうかといってこうやってムスッとしてるのも嫌だし、かといって自分はそれでいろいろ考えたんですよ、何したら一番ギャグにしちゃえば、やりすぎるとギャグだから、例えば待つ時に社訓とかたまに書いてある会社あるじゃないですかとかを写経してるとかさとかやったりみたいな、それかあの窓拭いて待ってるとかの方が面白いじゃないですか、まだなるほどなるほどみたいなのを考えるというか、まあ、ちょっと俺はひねくれてるからあれだけど、ただそういうことなんで、だからなんで一個一個のその挙動に、なんで立って待ってなきゃ、立って待つのは失礼だから、なんで失礼なんだっていうところまでちゃんと考えて立ってればいいんですけどっていうのをちゃんと今の学生のうちに見極めたらいいのかなと思いました。ビジネスマナーを鵜呑みにせずにそこも詰めてリグルってことですよね、オンラインだからこそそのリグルのこう見せ方があるよっていう事例を教えていただいた、いろいろ考えてみるとか感じですね、ありがとうございます。ぜひね、あの匿名でいただいた質問だったので、参考にしていただけたらと思います。ね、お時間許す限り質問で、ね、皆さん答えていきたいなと思いますので、まだちょっと書こうかなって迷ってる方がいたらお早めに書いてくださいね。でもう一ついきたいと思います。後輩とのコミュニケーションで気をつけるべき点はありますか？同じ学生団体で活動している仲間ですということなんですけれども、学生団体の中で、まあ、後輩とのコミュニケーション、ビジネスの中でもあるとは思うんですが、高山さん、なんか後輩と呼ばれる人たちとのコミュニケーションで気をつけていることとかって何かあります？そうですね、説教しない、否定しないあのとにかく説教臭いのが一番良くないから、なんか高山さんの中で説教しないでなんか決めたエピソードとか至った経緯とかちょっと教えてもらいたいとか。いやいや、経緯も何もほら散々上司にされて嫌だというわけじゃないですか。人が嫌がることは自分もしない、聞きたくないし、だからっていうふうに思う、だから変に言っちゃうじゃないですか、説教臭くね、こうした方がいいよ、だってこうだからみたいな。でも結局さ、言葉ではなく自分の行動いかんで人がついてきますから、その行動をしたことによるその成果だけでしょ、その、だからそこがあればさ、言葉がいらなくなるじゃないですか、だから、まあ、もちろんそれを補足するためにあるんですけど、まあ、なんて言うんだろう、そこがあってからになるから、なんて言うんだろう、自分も大した人間ではないというのを自覚しさ、1年ぐらいしか変わらないんだし、そうですよね、ということかな。ありがとうございます。そしたら小林さんはいかがですかね。あ、なんか今すごい共感 してて、あの私入社1年、要は社会人1年目の時の上司がなんかすごい偉そうな上司だったんです。まあボスがね、すごい偉そうな方で、お前は正社員で入ってるんだから、なんかパートのおばちゃんたちよりも上なんだみたいな教育だったんですよ、だからなんかその正社員なんだから負けるなとか、正社員なんだからもっとこう偉そうにしろみたいな風に教えられたんですよね、でなんかそれを鵜呑みにしてて、でなんかそれこそそのパートで新しく入ってきたおばちゃんとかに、おばちゃんって言ったらしいですね、お姉さんに、あのなんかそれこそ説教じゃないですけど、こうした方が絶対いいですよとか、あのこういう風にした方がするべきですみたいな
のをなんかそれこそ偉そうに2年目のくせに言ってたんですよね。なんかそれがそうクソだったなって思うので純粋にムカつくよね。そうですよね、うん、そう自分がやられたらね絶対嫌なのに絶対嫌だよ。そうやってたなと思って、うん、そうなんです。途中で反省しましたすごく。でも小林さんその鵜呑みはいつ気づいたんですか？なんかあこれ違うみたいな。いやなんかその3年目ぐらい、あ、まあ、2年目で部署が変わったんですけど、その時の上司からお前ねって言うちゃんと言うよって言われて、なんでパートのそういうこと言うよね、ちゃんと言うよとか言うよね。最初にね、最初に言うよね。言うんだよ。まあ私のまあ今でも尊敬してる先輩なんですけど、そこからあのパートだろうとねって、年上でしょって、なんで敬語も使えないのって言われて、はい、でなんでそんなに偉そうにしてるのって言われて、それまともな人がいたんだね。はい、そうなんです。それで気づかせていただいて、うん、本当ですねって言って私何してたんでしょうみたいな。とにかくさ、大企業だからとかさ、うん、役職が上だからといってさ、人間性がいい人がいるわけじゃない、人間性がいいわけじゃないからね、それは。みんながみんなそうじゃないってことね、うん、本当に、そう思います。はい。じゃあ、本当にその時こう鵜呑みにしてる自分に対して、トントンってしてくれる方が、はい、おかげで気づけたっていう。そうですね。はい。まともな人がいてよかったですね。本当です。いない場合もあるからね。ですよね。ですし、なんかほっとかれてしまってたらね、こんな風に多分なってないので、うん、未だに敬語も使えないやつだったかもしれない。でもそれこそね、それもその先輩からの後輩に対するコミュニケーションの中での一つですよね。そうですね、うん、はい、こう一つこう、あ、間違ってるんじゃないかって思った時に、こう高山さん、さっき説教しないっておっしゃってましたけど、説教するのではなく、まあ、どうしてそういうふうに今なってるのっていう聞き方をするっていうのもなんか一つ方法として、ね、うんうんうん、あるのかなって今お話を伺っていて思います。そうです、ね、まあ、でも本当になんかダメなことはダメって言った方がいいと思う、まあそう、私はそれでなんか気づかせていただけたし、うん、それで成長できたと思うので、だからそう本当にさ、一番多分今日思わなきゃいけない、皆さん大学生が思わなきゃいけないことが、いろんな意見があるっていうことで、ね、小林さんみたいにさ、怒った方がいいっていう人もいればさ、俺みたいにさ、いや怒んない方がいいよっていう意見もあるからさ、それをなんていうの、鵜呑みにしないで自分の中でちゃんと咀嚼して考えるというか、そう咀嚼してほしいですね。はい、このね、もうね、くださった後輩とのコミュニケーションっていうところで質問くださった方も、あの今いろんな意見が出た中で、じゃあ自分はどうするかみたいなところをね、ぜひ突き詰めて考えていただけたらと思います、はい、ご質問くださった皆さん、そして回答くださった小林さん、高山さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これにて質問コーナーを終了したいと思います。最後にですね、本日のイベントについてアンケートのご協力をお願いいたします、はい、2、3分ほどで終わりますので、皆さんこちらの QR コードでしたり URL チャットの方に入りますので、そちらからもぜひご回答ください。そして、ゲストのお二人と、学生の今福さんと澤田さんのお二人にですね、ちょっと簡単に今日の感想とか伺っていけたらと思うんですけれども、そしたら今マイク高山さんオンになってるので、高山さんから感想いただいてもよろしいですか？まあちょっと好きなことを、はい、まあ、喋らせてもらったんですけど、まあ本当にいうことはですね、まずなんていうんですか、その物事を深く考えるというかですね、その疑問に思うというか、なんでファミレス、今アンガス牛って言葉って知ってますよね。いろんなところがアンガス牛を仕入れてるじゃないですか。あれはなんでアンガス牛なんだっていうことを疑問に思ってほしいというか、多分すげえアンガス牛をどっかの商社が買ったんだなって、
アンガス牛すげえ売った人がいるんだなみたいなことを勝手に思いを馳せるというかっていうのが、あの何でもいいからボケっとしないでですね、あの深く考えていくっていうことと、この話も鵜呑みにしないということが重要です。はい、ありがとうございます。そしたら続いて小林さんお願いします。はい、今日もありがとうございました。はい、そうですね、なんかこのテーマでお話しいただいて、まあ、実際にこうやって大学生の皆さんとお話しさせていただいて、なんかこう背筋が伸びたというか、そう、もっと頑張ろうみたいな、もっとしっかりしようみたいに改めて思うきっかけになりましたと。まあ、あと本当に今回この高山さんも含めなんか皆さんと関わらせていただくことによって、なんか私もなんか明日から例えば仕事だったり、まあ、友人とか家族とのコミュニケーションも、あ、こういうふうにちょっと変化をつけてみようかなみたいなふうに思うきっかけになったので、なんか今日1個で教えていただいたことを明日からすぐに実践できるようにしたいなって思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら澤田さん、簡単に今日の感想をお願いします。今回初めてイベントの司会進行を務めさせてもらったんですけど、すごい本番直前までにはすごい噛むんじゃないかと思って、めちゃめちゃガチガチだったんですけど、いざちょっと落ち着いて喋ってみると、なんか結構なんかうまくいったなっていう感じがあって。噛んでも大丈夫なの？あ、そうなんですか。噛んでもいいんです。はい、お二人の話聞いてみてどうでしたか？なんか一番記憶に残ってることとかでもいいんですけれども。そうですね、なんか二人とも結構そのなんか似てるようで似ていないような意見とかたくさん出してくださっていて、でその中でもなんかこう自分にとってまあ、うなみにすいないしないっていうのもそうなんですけど、なんか自分の中でそれにプラスなんか共感できるところとか、あとは自分だったらこうなんか今日から明日から生かせるものがあるのかなっていうのがちょっと、まあ、自分の中で考えてました。じゃ、これからぜひこの後の時間で紹介していってもらえたらと思います。そしたら最後に今福さん、簡単に今日の感想をお願いします。はい、私が自分でコミュニケーションで苦労するときって結構なんか目の前の人と話すときに、あ、どうしようってなっちゃうことが多いんですけど、今日のお話を聞いて、もうそれ、だから自分の中で変えられるもの、自分の中で、変えていけるところ、いろんな意見があるっていうことをちゃんとしておくとか、ですかね。いろんな身の回りのことに目を向けてみるとか、人との関わりっていう以外の部分でも結構今から気をつけられることがあるなと思ったので、気をつけてみたいなと思いました。あと結構 1,2 年生の方多くて、同じようにこのテーマに興味を持ってる方が多いんだなと思って、ね、これだけ仲間がいるっていうの心強いですよね。そうですね、そう思いました。ぜひ今日チャットとかで参加してくださった皆さんもこれから先も仲間だと思うので、ぜひ今日の話とか生かしながら今福さんとか澤田さんとかと一緒にね、コミュニケーションについてこれからも頑張るぞってちょっと思ってもらえるきっかけになっていたら嬉しいなというふうに思います。皆さんありがとうございました。それでは本日の社会で必要なコミュ力って終了させていただきたいと思います。皆さん本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんか退室中に話すのもあれかもしれないですけど、喋っていいですか？大丈夫ですよ。
ありがとうございます。今福さんがさっきそう目の前の人とのコミュニケーションって言ってて、ああ確かにと思ったんですけど、なんかね、喋るネタがなくなったら喋んなくて大丈夫沈黙もコミュニケーションだから全然大丈夫。私も喋んない時ある喋りたくなったら喋ればいい気楽に気楽に行きましょう。